はい、皆様こんばんは、カズチューブです。もうこんばんはでいいね。時刻は6時23分です。外はまあもうだいぶ暮れてますね。最近もう日が落ちるのも早くなってきましたね。9月の2日でございます。はい、今日は夕方のカズラジでございまして、今日は昼間に帰ってきましてね、メジャーリーグ中継終わって、明日の準備をして、で、まあ、大体一段落を終えたところで野球が終わってさ、北海道でなんとか勝ってさ、そのカズチューブを2本取って、ちょっと今日オリックスのデータもつけて、今このカズラジオを撮っております。でこれ終わると僕は寝ます。おそらく眠れないと思うんですが、仮眠取ります。明日午前5時の、プレーボールのゲームを喋りますんで、午前3時にタクシーに来てもらうのね。だからそうね、午前1時ぐらいには起きて、目を覚ましながら軽く最終チェックをしながらというね、感じの準備の仕方になるんだけども、そのためにはちょっとね、寝ておかないとね、ダメなんで、今日明日とね、同じような感じの生活のパターンになります。で、まあその時間をちょっと寝る前にカズラジを撮っておこうということで、夕方カズラジになっていますね。夕カズでございます。さて、頼りないユーチンさんですが、大前さん、昼ラジお疲れ様です。今日は夕方でございます。ロン毛頑張ってくださいね。頑張るわ。どこまで伸びるかちょっと分かんないけどさ、自分も昭和歌謡時代の野口五郎さんみたいなスタイルにしておりました。おお、かっこいいね。御三家だもんね。私もレコード持っていました。300円でしたねって、ごめんなさい、僕より年上なのかな。僕は500円でした。シングルレコードはね、300円の時代はさすがに存じ上げておりません。たまに400円のシングルレコードがあったんだけどもね、僕らの頃はもう僕が、レコード買い始めた昭和47年8年の頃っていうのはもう500円でした。で、LP レコードが2500円の時代でしたね。大前さんも同じ時代を過ごしておられたので、もっともっと楽しいお話をお願いしますということ、ありがとうございます。同世代ですね、いずれにしましてもね、ありがとうございます。まあレコードを買うというね、そういうの今はない、サブスクとかね、もうそんな感じですからね、えらい違いでございますよ。レコード屋さんに行ってね、そのレコードジャケットを見て、あ、今回はこんな感じなんだと思いながら、買っていたわけでございますが、さて、ブライアン・ボグセビックさんは、明日は所用で南海高野線に乗って富田林に行こうと思っております。あ、所用のファームの方ね。富田林や狭山は行ったことがありますか？ございません。お前関西人ではありますけども、極めて行動範囲が限られておりまして、大阪の、東の半分はほぼ行ったことがない。そうなんですよ。だから正直茨城までかな、茨城は柳瀬さんがあったんで茨城行ったんだけど、茨城まで高槻も行かないし、でそこから下ってずっと淀川渡って枚方にもほぼ行ったことがないね。で東大阪はラグビーがあるんで行ったでしょ。で大東市とか片野市とか四条縄手市とか行ったことないです。八尾も行ったことがない。通り過ぎたことありますよ、車で。でも降りたことはない。富田林もそう、狭山もそう、河内長野もそう、行ったことございません。一回も降り立ったことないわ。足を踏み入れたことがないというのが正直なところ。だいたい僕は大阪の北の端の方だったし、もう学校も含めて気持ちが兵庫とか西宮神戸の方に向かっていたんで、もう大阪は僕にとって梅田までが大阪でしたから、そこから南はほとんど行ったことがないというのがね、大学生になってようやく難波の方に、たまに行くようになったけどもね、そんな感じです。ごめんなさい。富田林、狭山、ほとんど行ったことはございません。ほとんどというかまず行ったことないです。羽曳野も行ったことないね。そんな感じでございます。だから意外に僕関西ね、全然行ってないのよ。車でいろんなところうろうしてましたけども、だいたいこう日本海側とか琵琶湖とか淡路島とかあっちの方に行ってましたんで、大阪の南はほとんど行ってないね。それから坂取さんですが、久しぶりに雨の朝を迎えました。雨降りましたか、よかったですね。ところでハムのお話、今日勝ったのは日本ハムさんでございますが、
日本ハムさんに勝ちましたけどもね、今日はね、ヒット2本で、私が子供の頃はお中元やお歳暮でハムの塊が届いておりました。わかりますよ、なんかこう紐で縛ったようなハムね、母にハムの塊から2センチぐらいの厚さに切ってもらって、フライパンで焼いたものは、子供の頃からの贅沢品でした。確かにあの、贈答用のハムっていうのあった、あれはなかなか自分では買いませんね、もらってで嬉しいものでしたね。だからね、正直言って大前は今、もう本当だん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 送る人は少なくなってきたんだけど、中には何人かの方に僕は、ボンクレの付け届けをいたしますが、その際には、冬場はハムを選択します。日本ハムじゃございません、伊藤ハムさんのハムを必ず阪急百貨店から送ってもらうようにしております。ハムです。だってハムもらったら嬉しいもん。今でもね、今おっしゃったようにちょっと厚めに切ってフライパンで焼くと美味しいよね、ね、ということですね。子供の頃はお肉屋さんがあったので、そこでハムの塊が販売されていましたが、お肉屋さんは全て店じまいをしてしまったので、今はなかなか手に入らないものになりましたということ。確かにあの贈答品コーナーにからないもんね、ハムね、上等なハムね、ね、一本何千円もするような塊のハムがありますけど、美味しいよね、でもね、ありがとうございます。それから、ヒデ救急さんですが、昼数も、いつもと違う雰囲気でこれまでよろしい、今日は夕方でございます、ほぼ夜でございますがね、外国人のツーリストの方本当に多くなりましたということも、このホテルにもたくさんいらっしゃいますね、アジア系もあの欧米系の方もね、日本に来ていろんな場所をお楽しみになってお金を落としていただくことは、大いにいいことだと思いますが、朝の通勤ラッシュで、ただでさえ大変なところに大きなスーツケースを持って乗り込んでくるのはさすがにご勘弁をと思ってしまいます。まあそうだね、あのそうなんだよね、あのね、学生の頃、まあ、僕は車で通学してましたけども、楽器運ぶ時にあの友達がその、楽器をその朝のね通学時間帯に、ギターのハードケースを持って電車に乗るのが嫌だってよく言ってましたけど、気持ちよくわかりますね、ありがとうございます。でも昔は電車に乗ってギターケース持ってなんか乗っていた時期もありましたもんね、ありがとうございます。それがでかいスーツケースだとはということね。エミセダーヒルさんです。コメント読んでいただきありがとうございます。エミで呼んでくれて嬉しいですということ。昨夜の悔しかった試合を忘れさせてくれるような穏やかな昼火事を見られてとても嬉しいです。ありがとうございます。僕はあの、ね、カズラジは心穏やかに過ごすためのものでございますので、まあ、大体穏やかで、もう内容その中に何もないよ、内容は何もないんだけどね、内容はないけれども穏やかな、そんなトークでございます。それからですね、ヤマッチョさんいつもありがとう。大前和樹意気揚々っていうね、これラジオのタイトルなんだそうですが、ありがとうございます。これも25年くらい前の文化放送の昼番組ですと。パーソナリティは、文春野球でおなじみの榎木戸一郎さん、です。榎木戸一郎氏です。よく知りませんが、ライオンズ B 期の曲で日ハムさんの情報コーナーがある番組、異色の番組だったんですよということ。なるほどね。まあ意気揚々って番組にも榎木戸一郎氏にもほとんど興味はございませんが、ありがとうございます。それからですね、朝岡めぐみさんといえば、私の私の彼は左巻きという替え歌、私の私の彼は左巻きってやつ、アホな格好をしてゲラゲラ笑っていました。アホですね。替え歌といえば、瀬戸ワンタン、日暮れ天丼、ゆうなみ粉味噌ラーメンもありましたねって、これ何？あ、瀬戸の花嫁かな。瀬戸ワンタン、日暮れ天丼、ゆうなみ粉味噌ラーメンってやつ。これは地方によって微妙に違って、学生時代いろんなバージョン聞くのも面白かったです。これは僕知りません。歌ったことないですわ。へえ。ねえ。一時ね、あの、そうだよ、あの、
カモン達夫さんがさ、よくね、カズラジ、カズラじゃない、替え歌やってたよね。そうだよね。何から伝えれば未来ためぐらいしか知りません、僕は。ありがとうございます。というわけで、まあ、あの替え歌ね、よくやってたね、そういえばね。というわけで、文春野球で最近全く読んでませんが、今年もあのオファー頂戴したんだけどね、まあ、時間もないしお断りしましたし、若干ちょっとあの趣旨がね、なんかこの優劣をつけるというね、その、コラムに対して、まあ、それがちょっと僕は、僕的には賛同しかねないっていう感じで、あんまりあれなんだけども、まあそれはそうとして、はい、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、今回もですね、夜中じゃなくて早めの配信になって、明日もおそらくこんな感じになると思います。いう数になると思います。そして明日日曜日でしょ、月曜日に帰って月曜はまた夜になるかな、カズラジはね、そんな感じだと思っております。いよいよもう今回の私の関東遠征、東京へのロードトリップもいよいよ終盤でございますね。あと2試合、いずれも大谷さんのゲーム。しかしね、今、ドジャースタジアム、野球の話でごめんね、ドジャースタジアムでさ、ドジャースとブレーブスのゲームやってるんだけど、これもめっちゃレベルの高い試合なんだよね。もうそれがもうザッツメジャーリーグなんだけど、なぜか大谷さんがいるエンジェルスの試合をするでしょ、日本の局は。で、相手がオークランドっていう、まあ、今、メジャー最弱のチームなんだけど、まあまあすごいよ。大谷さんがいるから今日1万2000人入ってましたけど、普段は今年最低の観客動員数2000人という球場ですから、オークランドは。なかなかね、そんなゲームを喋るのも厳しいんだけど、頑張れ大谷翔平でございます。今回も最後までご視聴本当にありがとうございます。そりゃまあね、ブレーブス対ドジャース喋りたいですよ。じゃあね。